みたいな感じの話になってるかな、これ。Can I get a応援、はい、みんな応援してください。応援してください。やったー。頑張っていきましょう。ついに準備ができたようです。はい、検証の準備じゃありません。さあ、最後のは鬼滅の刃、火の神月風炭。準備がようやく整ったようです。はい、というわけで、ね、レギュレーションの変更がありまして、2% ジャパンなので日本語版、ロードゲーム PC というカテゴリーで走るそうなので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。チャンネルはそのまま、はい、ジャパニーズリストリームです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。Ready to go。ああ、昼休みにご視聴ありがとうございます。さあ、禰豆子のおみ足から入りましたけれども、いやちょっと画面サイズ大丈夫か？大丈夫か？というわけで、はい。全然話をしていませんでしたけれども、鬼滅の刃の火の神血風炭というゲームについて、はい、ちょっとまずはお話ししていただいてよろしいでしょうか？はい、というわけで、火の神血風炭あたりは、一応2021年10月に発売された、プレイステーション版。プレイステーション5版、まあ、スチーム版なども含めて、マルチ展開されている、鬼滅の刃の、追体験ができるゲームでございます。これですね、まあ、開発サイバーコネクト2、まあ、よく、聞くサイバーコネクト2、ナルトのナルティメットシリーズなんかも出してるメーカーさんでございます。まあ、こちらから発売させていただいているということで、ひとはるさん頑張ってください。最大限の努力をします。最大限の努力をします。はい、お願いします。任務を全うしてくれ。 Hello, nice to meet you. I'm Hitotose Haru. Please call me Haru. So, this game demonstrates the Hinokami Chronicle. So, Japanese Estimate 40分ということでね、配信できる区間の関係上、短縮になっていますけれども、はい、最後の作品ですのでね、楽しみください。どうしても日本語版だと、その権利関係の関係で、ちょっと途中までしか、まあ、体験できませんよということで、もう1、2、3、4、5、ここまでですね。デモン5ルイ、はい、ファイナルデューティーイズエンド、そう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、今説明した通りルイを倒すところまでですね。そのままそう、これはどうするんでしょう。もう普通に目、スピードラン、ああなるほど、Yes, 大丈夫です。サバト戦からかですかね。よし、頑張るぞ。頑張って。じゃあ、So I start countdown 5 count。 じゃあ、いきます。はい、5 4 3 3 2 1、 Good luck です。 Have fun というわけで始まります。というわけで、ちょっとこれ前半はあれなんですね、もう全部ムービーシーンなので、うんうん、サバト戦からになるみたいな、そのようですね。になるとですね、はい、というわけで、鱗滝の弟子サビとの戦いから始まります。あ、これはもう普通にあれですね、動きの、はい、コンボをして投げて、でクイックステップ、これは回避ですね。はい。なるほど。もう、ここで操作の、あれですね、動きを代替すると。もうこの時点であれなんですけど、水の呼吸ほぼマスターしてるんですけど、やばくないですか？そうだ、それでいいということで。はい。お、いいですね。いいですね。あ、おー、よけら、超飛。あ、超飛が当たらない。このサビト強いぞ。サビト強いですね。避けてますね。はい、というわけで。入りました。ステイル10というわけで決まりましたね。うん、
endless difficulty or something. Instead of just in most tutorials where they just kind of let you do it. いただきました、ランクス。はい。これであれですかね、もう自由に倒せばいい。そうですね、倒せそうですね。はい。まあそうですね、サイバーコネクト2だとやっぱりあの古いゲームだとあのドットハックなんかが印象強いんですけれども、まあ権利関係はサイバーコネクト2だいぶ強いんでね、あのまあいろいろと話題になりました無料で遊べちまうんだのあのジョジョオールスターバトルも、リメイクが決定しましたのではい、まあリメイクで今回あさあ全集中きましたね。Tanjiro's water styles have very unique mechanics to them. この今真ん中に出たボタンを押していくことで全集中を再現しているという感じでしょうか。そうですね、多分そんな感じですね。はい、ピンと見たですね、糸が来ましたね。早い。いいですね、こうスパンと。早いですね。早い。というわけで、サビット戦はこれで終わりかな？ QET いいですね。わー、イケメン。QET はね、なんかね、やっぱり QET のあるゲームってなかなかこう緊張感があっていいですよね。うんうんうん、あれ、ちょっとゲーム変わりますけど、ダイナマイトデカとか。って言ってダイナマイトデカが誰がわかるんだっていう話なんですけどね。はい、というわけで鱗滝さんもにっこりだよ。まあマコモちゃんチラでしたね。マコモちゃんチラチラでしたね。ああ、なるほど。コンボの横にある丸はコンボの入れられる制限時間。なるほど。はい。ああ、ベヨネッタもそうですね。QT ありますね。すいません、本当に。本当にすいません。いや、QT って言ったらダイナマイトデカって思っちゃうんだった。本当ね、すいません。なんか、そうだよね。ベヨネッタとかありますよね。全部セガのゲーム。セガのゲーム感ありますよね、QT。あ、バイオフォームある。あー、ゴッドオブウォーありますね。はい、というわけで、これで、あれですね、あの、試験に入りますね。はい、というわけで、この、山で生き延びろという、ところなんですが。あー、サクリ3ね、なるほど。シェム3。いいですね。みんな引き出しが広いんよ。広いね。いいですよ。こういうね、こういうなんか全部一緒の意見じゃなくて、こういろいろな意見がもらえるとすごくいいと思います。呼吸 is breathe。呼吸 is breathe。なるほど。呼吸 is breathe。そうですね。呼吸 is breathe。いや、あれですね、ダイナマイトデカで大統領の娘感をぶっ壊されたので、バイオ4は警戒したっていうのいいですね。アシュリー、あんななんかマッシブなのかっていう。あります、あります。はい、というわけで、イノスケかな？ん？違う。あ、あれか。鬼ですね。普通のただの雑魚鬼でしたね。なんか絡むのあったっけと思って、オリジナルであるのかなと思ってたら、なんかあれでした。見た目がちょっと猪助っぽい鬼でしたね。普通の鬼。うん、普通の鬼でした。すいません。ピースウォーカーのボタン連打とか懐かしいな。すいません。ロングだったんで、なんか猪助と勘違いしました。In this first four stage, you always want to go with counters here. Yes. This whole area. You kind of want to go counters to. Great lag time show とか、なんかあのあれなんですけど、あ、匂いですね。匂いをたどって敵を追います。いいですね。すごくなんかあれですね。なんかすごい鬼滅感いいですよね。
この本当にすごく鬼滅の刃の世界観、それぞれのキャラクターの個性をすごく再現している、いい作りだなって思いますね。やっぱりサイバーコネクト2ありがとうございますですね。信頼できる。まあてか普通にあのあれなんですけど、あの鬼さん待ってくれてるんですけど、敵あ100人斬りはね、なんとかしなくていいらしいですはい、いいですね。滝壺水車と連結連動していて、お、なるほど、ここでなるほど、あの QTE を行くと一戦で一気にダメージを減らせるっていうことですね。炭治郎というのはもともと嗅覚がすごく鋭いキャラクターなんですよね、はい、そうですね。炭治郎くんはあの匂いを嗅ぐのがって言ったらあれですけど、セールですけど、嗅覚が鋭かったりとか、まあ、あの、あれですね、なんかこう、あの、墨師の修行というか、やっぱり、こう、あの、ネタバレにはなってしまうんですけれども、日の神神楽を踊るための、あの、修行を積んでいたことにより、あの、実はまあ、そこを考えると、鬼滅隊の、あの、素質を持つためのことは、そういう日の神神楽の演舞を踊るっていうことで備えてたんじゃないかなっていうところはあります。はい、というわけで糸を切って、はい、一戦ですね。まあそうですね、石頭が最終武器ありますね。よく石頭で。タンジェロ。タンジェロ言いますね。そうですね、基礎はできていたっていう感じですよね。お、なんかこれはよく見た感じの子じゃなかったかな。あれ？もうこれ出番終わりなんですね。出番終わりなんですね。まだ善逸は出番ないそうです。はい。はい。こっちに顔を向けない限りはね、出番になりませんね。はい。はい、残念でした。そうですね、弱虫ペダル。弱虫ペダルは、あれは、あれなんですよ。あれは妖怪なんで、妖怪姫ペッタンなんで。姫姫言ってたらペダル回してくるから、やめてあー、なるほど。ドラえもん雲の王国の最後に突っ込むドラえもん並みの頭突き、いい表現ですね。いい表現ですね。ここからね、キーボードの話に持っていきたいんですけれども、そうするとまた脱線するので、ね、脱線します。はい。はい、というわけで、妖怪ペダル回しの話も話しつつ、いやー、やっぱり最初の方なんでね、敵の動きがまだ緩いですね。はい、というわけで切って、終わりと。強くなったぞ。まあそうですね。そうですね。なんもうやばい。ちょっと待って。まさかの俺が、雲の王国のキーボーの話になってきたら、まさかの、高校鉄拳伝タフの話に持ってくのやめて、そんなみんなネオボーが好きかいみたいな話になるんですけど。無限脱線するじゃないですか。いや、俺よう拾えたな。なんでタフとキーボーになるんだろうと思ってて。すげえな。すげえな、君ら。いいね、ナイスですね。いいですよ。そんなね、そんな拾い方僕大好きですよ。はい、というわけで近いですね。そろそろボスっぽいですかね。日本語で言うと、ここで、なんか匂いを嗅ぐと奥が見えるっていう小ネタがあります。ああ、なるほど。おお。いいですね、ハルさん、ありがとうございます。はい、というわけで、まあここの、選抜試験のところのボスですね。はい。やべえですね、これ手がいっぱいで気持ち悪いんですけど。結構やっぱりこの作品、鬼のデザインがどれもすごいバリエーション豊富で秀逸ですよね。そう
ですね。そこのあたりがやっぱり、なんかこう、あれに、なんていうんですか、ベルセルクに通じるところもあっていいですよね。なるほど、なるほど。やっぱりね、そう考えると、やっぱりこう、ベルセルクと鬼滅の刃って結構共通点というか、そういうなんかこう、まだ救いがあるのが鬼滅の刃で、救いがないのがベルセルクみたいな、身も蓋もない言い方をしてしまうとあれなんですけど。そうですね。こんなね、途中のキャラなのに、ここ、あれなんですよね。ボーボボなんですよね、声。本当に湧き固めてる人たちがあまりにも強い声優さんばっかで、はい、新しいキャラの CV が発表されるたびに話題になってた印象が、ね、話題になってますね、はい、まあ多分この後のあれですね、まだ今度発表されたあれですね、何でしたっけ？刀の里編でしたっけ？もう楽しみですし、まだまだね、結構いろいろと話がありますし、まあ、まあ僕はあれなんですけどね、上限の2の、2との戦いがめっちゃ楽しみなんですけども。ステイ、5メガネ。またボーボーボーに脱線してる。これちなみに、はい。炭治郎が今、水の呼吸を散々使ってますけれど、これは一旦、ひととせさんの方で、全編クリアしてるから使えるもんなんですかね？あ、そうですね。一応、ニューゲームプラスみたいな、使いでしたよね。うんうんうん。それで見えてるのかな？そのあたりは、あれですね。どうしよう。ハルさん、あれですかね。ジャパニーズリストにもさすがに聞いてないですよね。そのあたり。そうそう。あれなんですよ。あれでしたね。ちょっと、事前にあれだったら、ちょっとそのあたりのシステムあたりは語っていただけると思ったんですけど、まあ、忙しかったからしょうがないね。はい、買わせない。買わして。いや、ここまだ。ああ、最初から全部使えた。ありがとうございます。ここは早くてまだ。そうなんだ。ロスは少ない。はい。もう死亡フラグなんだよな。大丈夫とか言ってたらもうただの死亡フラグなんだよな。なーんというわけで、旅とマコも敵は取ったよというわけで。A lot of the games that follow the same, that are made by the same company and follow the same aspect. ああ、なるほど。なるほど。あれですね。死の線ですね。どうなんですかね。この糸の表現って、やっぱり、そのあたりの死の線のあたりの、要素も入れてる可能性はあるんですけど、はっきりと聞いたことはないので、まあ、そういう要素もあるかもですね、みたいな感じですね。はい。というわけで、キャプター2に入ります。今、ここまでで約15分ですね。あれ？リストタイム40分だったのがなんか伸びてますね。伸びましたね。もうさ、あれですね、月姫の話題が来た途端に、この目にうーはちょっと、あれでしたね、完璧すぎましたね、君。いやー、まさかそこまでやるか、まあ、メルティブラッドっていうところで勘弁してください。はい、というわけで。沼で沼る。So, I lost time is 沼る。ああ、今、あれですね、沼るの説明をしてますね。沼るを英語コミュニティに宣伝する人他に聞いたことないな。まあいいんじゃないですか。沼る。これが輸出されていくのか。沼るいいじゃないですか。たまになんか本当日本語の用語が英語の RTA コミュニティで聞かれて、なんでその言葉が突然出てくるのっていう。いやでも、あれなんですよ。覚えたいんですよ。いや、ありがたいことですよね。はい。というわけで、ここがあれですかね。初めての任務編ですかね。何でしたっけ？恋人をさらわれた、
あの人に頼まれてあれですよね、あの追っていくんですよね。ストロングゼロも出るのか、やばいな。あ、なるほど。なお、鬼滅の刃ジャパニーズリストリー、あの、ジャパニーズのカテゴリーも2人しかいませんので、ぜひ RTA お待ちしておりますので。宣伝ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。It may be different now, so... そうだね、走れば3位になるからね。あの、ヨシンバ世界3位だとしても世界1位になれる可能性あるから。うん。あ、そうですね。あの、さっきのルーレットの方ですかね。なんか、あれですね。ありがとうございます。あやみやさん、あれですよね。ジャンタマ走ってくださいましたね。ああ、なるほど。ジャンタマ走っていただいてありがとう。今、おいくらなんでしょうね。だって、あれですよね。結構まだ最新のゲームなんで、そんなにまだお安くはなってないかも。というわけで、あれですね。Amazon さん教えてください。で、Amazon さんに教えていただくと、PlayStation 4版が約3600円程度なので。でも結構安いのでは？安いですね。結構落ちてますね。あの、まあ、あれですけど、あの、PlayStation 4なので、あの、みんななんか PlayStation 5で買ったりとかするのかもしれないけど。あ、スイッチ高い。スイッチはまだ高い。スイッチが出たばっかりのはずですから。ああ、なるほどね。そうそうそう。あ、プレステ5版で、なるほど。このぐらいと。4490円ぐらい。なるほど。あ、なるほど。なお、あの、日本語カテゴリーでプレステ4、5で走ると世界記録1位だって。やべえ！世界記録1位になれるぞ。ああ、なるほど。スイッチ版まだ発売前なんですね。なるほど。まだか。ありがとうございます。情報あれか。ありがとうございます。前の任天堂ダイレクトで発表されて、はい、まだ発売ではなかったか。なるほどですね。はい、というわけで、鬼が出てきました。はい。めっちゃゴリゴリ殴っていく。柱になれる。いいですね。世界一位になれるの表現を柱になれるはいいですね。はい、というわけでカウンター入って、スパッと。だいたい雑魚はあれみたいですね。攻撃をカウンターして、緊張の糸で QTE クリアして一撃で倒すっていう感じですね。うん、みたいですね。はい。集中しろ。匂いを見失うな。はい。というわけで、花江さんの匂いを見失うなっていう。花江さんもあれですよね。この炭治郎役で一気にガバってこう、いや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 、花江さんはもう前からずっとですよ。いや、もちろん、あれですよ。もう、花江さん他の役もめっちゃ有名なのはあれなんですけど、もう、なんか、テレビのナレーターとしての仕事が、炭治郎の後やばいんですよ。めっちゃね、めっちゃ仕事があってすげえな、この人と思ってるんですけど。あ、炭治郎前から、あれでしょ、おはスタの。ああ、そうですね。おはスタの柱でしたね。キャスターだって、柱で、柱なのか、あれも。あ、ねずこちゃんはですね、鬼になった時の能力で、大きくなったり小さくなったりができるっていう特殊能力があるので、それを使って箱の中に入ってます。はい。はい。あ、そうですね。そういえばすいません。弱木ね、ここで、花江さんといえばっていう話で、そうでした。アルドノアゼロの花江、稲穂役とかやってましたね。ここで、あれですか？アルドノアゼロは意外でしたか？そうでもなかった。それぞれの方にね、印象のある方だと思いますし、はい、なるほど、ね。なるほど。グールの印象だった、グールの主人公だったりとか、あ、なるほどね。あ、なるほど。かなきくん。あ、そうですね。赤いモード、敵が赤わかる、わかる。まあ、ここでね、僕、アルドナゼロを出したのは、途中からなんであんなに、あんなに第一部の日がめっちゃ面白かったのに、第二部こうなったっていうのを言いたかっただけなんで、はい。僕は花江さんというと、
あれですね、4月は君の嘘のアリマ候補くんですね。あー、なるほど。構成か。アリマ構成くんですね、うん。あれはいいラブストーリーですよね。ですよ。あれなんですか、レイヤーさんはその続編のクラマーは読んでるんですか。クラマー読んでないですね。あー、クラマー、弱気も読んでる。あれって続編なんですか。あ、いや、あれはもう、ま、話は全く全然関係ない。新しく作った作品ですね。そうですね。女子作家の話ですね。うん。すごい。すごいね。すいませんね。の雑魚戦なのでめっちゃ雑誌してます、ね。ああ、なるほど。あ、刀剣乱舞のヒゲキリさんあたり。ああ、というわけで刀剣乱舞も語ってほしいという話があるんですけど、すいません。弱気に刀剣乱舞詳しくなくて申し訳ないです。刀剣乱舞のそういえば、乱舞のゲームも出てたりするので、そうですね。この前出た。今後、アニメ、スピードランフェスティバル出ても良さそうですよね。なんか刀剣乱舞あたりは結構わかりやすいゲームって聞いてるんで、ぜひぜひ次回作、あ、っていうかあれですよね、応募してみんなあれですよ、刀剣乱舞語ってください。あ、あります、刀剣乱舞いいですね、 RTA あるらしいのでぜひ。沼鬼さんが出てますね、うん、そしてねずこが箱から出てきました。箱からが出てきて、ラッシュしてますね。めちゃくちゃかっこいいな。はい。まあ、血気術と、鬼で、強化した体術を使って戦います。はい。ああ、なるほどね。はい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 。ゲージ型ブラックと、さっきのパートナー召喚で、まあ、切ってっていうことでね。なるほど。ああ。So、you just have to wait. なるほど、ありがとうございます。あやみや様から、刀剣乱舞もエニパー走れば世界一狙えますよっていうことなんで、ぜひ、刀剣乱舞のゲームも、RTA 奏者募集中なんでよろしくお願いします。あー、フォトモードがあるのが天才。それ大事ですよね、フォトモード。ファンにはたまらないですね。ファンにはたまらないですね。あー、なるほど。ネズコアシストめっちゃ強すぎたから修正されたという記録があると。あ、そんなに強いんだ。うん。あー、なるほどね。へーへーへー。あー、いいですね、ドータヌキ。はい、というわけで倒しましたね。あー、原作でもありましたね、このギリ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 ってやるやつ。Thank you.はい、水車もったいなかったですね、今の。確かにこうこれで多分ダメージソースにする感じですね。やっぱりヒット数が多そうですからね、うん、水車。そうですね。お、やばい、今のは多分反撃で根津子のアシストを出したんですけど当たらなかったっていう感じですかね。はい、返して逃げてますね。はい、また奥義を打ってきますが、かわして水車でカウンター。あ、でも埋まりましたね一旦。弱ってきてるか、まだ半分いってないんだけど。あ、でもめっちゃ冷えてましたね。さあ入った、モロに入った。あ、モロに入った。強い、根津子が強い。根津子が強い、確かに根津子これ確かにこれは言われるだけのことあるな。いいぞいいぞ。あれ？でもなんかあれですね、めっちゃ鬼滅の刃に見ハマってたらまだ30分経ってないんですね。沼に逃げられたりすると結構そうですね。今のは奥義モードで多分ノックバックがっていうのがあったんですかね。まあだからそれも含めて沼るを言いたかったんだと思いますね。あ、なるほど。さあ、いった。入りましたね。はい、ランク A。 Yeah. So,
はい、そうですね。あの、鬼側は、あれですね、対戦とかでも1対1で、あの、1人で戦うので、まあ、それもなかなかシステムを組んだ感じで作ってますよね。その分確かあれですけど、ちょっと性能強かったりしたんでしたっけ、確か。あれもありそうな。はい。ああ、なるほどね。イベントで見たいから自分で走ろうデビューとか全然ありだと思う。それは本当そうですね。はい。戦隊ヒーローが5人でボコるのと同じシステム。いや、まあ、あれはほら怪人が強いから。Good pace right now. そうですね。Yeah. 鬼は幅つくんじゃダメだよ。はい。というわけで、あれですかね。ここは、鬼舞辻無惨と出会うシーンですね、本来。山とは大違いだ。This is 浅草。山とは大違いだ。浅草。I went to 浅草、half years ago. Few years. 半年前。福岡is, and there is,鬼滅の刃自体は、時代設定は大正でしたっけ？そうですね、大正ですね。街行く人の服装もすごく大正時代の再現がいい感じですよね。はい、そうですね。あの、熊本3時間。ああ、熊本からだとめっちゃ遠いみたいなことを言ってるんですかね。逃がさない。絶対に。そうですね。桜大戦の時代ですね。ちょうど桜大戦が平成の15何年かぐらいでしたね。アレクサ？あ、やばい。アレクサって言うとあれなんですよ。弱気の部屋アレクサいるんで。びっくりして、やべえと思った。大丈夫だよ、ね。今、喋ったら俺、めっちゃ反応して、アレクサ喋るとこだった。あ、マジで、反応しました。やったぜ。やったぜ。いやどっち？あ、そうです。まあ、すいません。ちょっとこう、訂正させていただくと、桜大戦は、大正時代、日本の元号は、大きいに正しいで大正なんですけれども、ね、はい、桜大戦は太いに正しいで大正なので、まあ、架空の元号っていう話ですね。まあ、厳密にはそういうふうに違う感じ。Okay. ああ、イダテンはあれでしたっけ？東京オリンピックの、あれでしたっけ？大河ドラマでしたっけ？そうですね。はい。ドエフ。またこの話します。A に見えなくて太いに見えるっていう話ですね。これね。うん、名前、作者の名前なんだったっけ？結構ちょっと待ってね。日本語で話す説明、英語圏の人には普通にアルファベットに見えるけどっていうフォントってちょこちょこあったりしますね。ラッシュファイターの最初の作品のかがりがりっていう作品でも全く同じキャラクターが出てるので、ぜひ日本の作品を見てください。ああ、なるほどですね。はいはいはい。短編集に載ってる話ですかね。読み切りの時のっていうことですね。そうですね。俺も same。一緒。そう。So yeah, Haru さん just told me that Yoshiro さん、the character that we're following, who's the demon that's we don't know if he's like a good, right now we don't know if he's good or evil, but this Yoshiro さん is eventually going to be on our team. かがりがりが、あれですね。過去の蚊に、カリカリって呼んで、かがりっていうものを狩るっていうことで、かがりがりみたいな、そうですね。うんうん。はい。一旦調べますね。はい。すごい。ああ、なるほどね。
あの今ですね、陽明がその短編集のコメントを見て、まあ、あの投稿作漫画賞の応募作品であるらしい。はい。これは多分ネズコが仕込めと言われたからだ。プレイヤーキラーキラー。なるほどね。PKK ですね。本当だ。いやー、なるほどね。その時の審査員があれなんですね。篠原健太先生なんですね。ねえ、そうなんですね。篠原健太先生は、あれですよね。あの、陽明は、まあ、スケットダンスの、ま、後の、あの、あれが好きなんですけど、あの、彼方のアストロが好きなんですけど。うんうんうん。レイヤーさんはいかがですか？こう、今のスケットダンス、まあ、彼方のアストラ、今やってるウィッチウィッチもそうですよね。いや、ウィッチウォッチもね、いいんですよね。ウィッチウォッチもなかなかあの4人がちょうどいい感じのバランス取ってて面白いですよね。やっぱさ、篠原先生の絶妙なシュールなギャグが僕は大好きで。ああ、なるほど。彼方のアストラにしても、スケットダンスにしても、はい。いい感じがね、ツボなんですよね。あれですか、ウロンの話しますか？ウロンの話までするとやばくなるので。ウロンの、ウロンミラージュの話をすると、まさか俺けど、劇中の漫画を1話丸々使うとは思いませんでした、俺。ああ。あれですか、単行本花ですか、もしかして。うん。あ、ごめん。あれなんですか、すいません。ね、またネタバレをしてしまった。すいません。あれなんです。ウロンミラージュが、本編で本当にやったっていうネタがですね、ありまして。あれはすごかったです。マジで、うわーってなる。すいませんでした。はい。というわけで、ゆしろうさんを追って、やっと。めっちゃそっくり。はい。見たそっくり。洋服も。やってくれたなって相づち。やってくれたなって相づち。いや、別に。いや、まあ、そういう時は、事故。はいはい。というわけで、鬼が2人ですね。はい。っていうか、あれですよね。この時は一応2人っていう設定なんですよね。1900年代、うん、お話。はい、矢印の鬼とマリの鬼ですね。So next up we got another boss fight. This one's kind of interesting because the arrow. あれなんですよね。群れるなって言っときながらこの二人は群れるんですよね。確かにそうですね。しかも、冷静に考えたら、ナタグモ山の、ナタグモ山の鬼も結局群れてんじゃんっていう話なんですけど。ここね。まあ、鬼っていうのの分かりやすいのそうですからね。なんか全然なんかあれなんですけど、もうダメージ関係なくなんか無理やり殴り殺したんですけど。時間がかかるんだとしたらやっぱりダメージ覚悟で押した方がいいのかもしれないですね。はい、というわけでネズコのターンに入りました。ガードの上からダメージ入れてますね。おい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 、ちょっと待て。あれ、なんで CM 入ったんですかね。たまにありますね。途中に挟まるやつ。CM の時間でーす。はい。Look, OG, no disrespect. I know you think you've seen everything, but you ain't seen nothing yet. Checkmate. いいところに顔が来てくれてよかった。うん。これで端っこのところに顔あったりしたらもう、なんとも言えない感じになっちゃった。びっくりしましたね。あ、なるほど。あー、なるほど。主催の人が、あれなんですね。春さんの配信を見てた。そうですね。ミラーしてるっていう感じの構成のはずなので。なるほど。まあまあ、しょうがないですよね。それはね。ナイキ炭治郎。
大木炭治郎アメリカ版鬼滅の刃、あれですね、普通にこれアメリカ版なんだよなっていう。まあ、唐突だったら仕方ないですよね。おー、やばい。あと一発。はい、決まりました。ナイキ炭治郎。頑張る。頑張れ。ミラーをミラーをミラーしてる感じですね。ミラーをミラーか。ミラーをミラーでミラーで。あ、わかんなくなった。ミラーをミラーしてる。炭治郎ターンに戻ってきました。そうですね。矢幅は、これは福山さんですよね。確か声。ヤハバは福山さんじゃなかったですけど、この声。あ、ありがとうございます。そうですね、福山潤さん。福山潤さんですね。はい。はい。ルルーシュルルーシュって言っちゃう。で、さっきのお話で言うところで言うと、弱虫ペダルだと、カカカって言って、派手好きの彼ですね。だったりとか。福山潤さんも結構なんか、ルルーシュみたいな、ちょっと落ち着いた声と、なんか、あれみたいなね、キャラで分かれてたりするんでね、結構いろいろ幅があるキャラですよね。全力で見逃せ。それは言った人が違いますね。それはあれですね。オレンジなので。あ、コロ先生もありますね。そうですね。はい、2の方、かい。横水グルマあ、なるく、そうです。なるこくんは、そうです。福山さんですよ。はい。というわけで。あー、なるほど。クランプさん、あー、そうですね。綿貫くんもですっけ。なるほど。ねえ、クランプ作品知らないと、4月1日って書いて綿貫って読むって知らない。いいですよね。俺も一瞬、一瞬焦りました。ここでね、ミスったら、さっきまで俺、レイアースの解説してたの何だったんだっていうことになっちゃうので。違う人？え、もしかして俺、福山さんと福島さんって、なんか混ざってる？もしかして。福山潤さんと福島潤さんがいらっしゃいますね。マジか！ということは、俺は、あれですね。福山潤さんと福島潤さんを間違えてたっていうオチですね。やっちまったな！俺たち。やっちまったな！善逸くんがようやく出てきてくれました。やった！善逸だ！よかった！炭治郎はさ、よろしくね。炭治郎が、もう、どうにかして善逸を振り切ろうとしてますけれど。はい。善逸、あれなので大丈夫です。霹靂一閃、カラシが喋ってた。そうですね。カラスが喋ってたらおかしいはずなんですけどね。話ができるって便利じゃないかってどういうことですかねっていう。すいません。許してください。許してください。何でもは言いません。はい。というわけで、屋敷の回ですね。ここあたりから、あれですね、鬼滅原作でも結構一気に人気になってきたっていうエピソードではありますね。そうですね。多分それで混ざってたんだと思います。何でも言ってないです。何でも言ってないから。はい、というわけで、匂いを嗅いで。はい、それの匂いを覚えて探していくっていう感じでしょうか。そうですね、サーシザミッションなので、多分、こう、血気術で探していくって感じですね。そこ言う？そこ言っちゃうと、俺、クーガー兄貴で語り止まんないから、ちょっと勘弁していただけませんかね。
The drum demon. あ、そう、あれだった、俺プレス屋さんの話の時に、あ、違う、プレス屋さんじゃないや、アルシオーネの話の時にレイン・ミカムラの話をする時にあれだったんだ。あれ違う、プレス屋さんだ、プレス屋さんの話をする時に俺あれだった、三森さんの話をするの忘れてた。もうやばいね、もうね、あの探索だからって言って脱線しまくるっていうね。There's actually certain rooms you go into that will trigger that. So let's say like there's a collectible item you want to get, need to make sure you get it. 大丈夫、そうですね。無限に脱線してしまうので、そろそろ、話に戻りましょう。四つの書類を見つけたようなので、はい。奥の方に進んでいきますね。はい。On behalf of Speed Game Espana.Espanol, we're pleased we had the opportunity to work together and to bring Spanish community for some of the runs from this marathon. というわけで、匂いを見失うなということで探してますね。Work together in the future project. 今度こそ倒せということで。We appreciate it. We appreciate all the help we've had for this marathon. あ、ねずこちゃんではないですね、この横にいるのは。ねずこちゃんではなくて、この屋敷に、捕らえられてしまった女の子ですね。お兄ちゃんが、そうですね。お兄ちゃんが入っていったのを助けようとして、弟と一緒、あ、弟じゃないや、次男かな。全員スターめっちゃ、全員スターめっちゃ面白いんですけど。After seeing the success of this marathon, more of the Spanish movie will... あれ、この男の子はあれですかね、何でしたっけ、あの人。それはそれで。Outside of the Japanese restream, all the other restreams, in getting the information. あれだっけ。どっちのことですか？翔一くんはあれじゃなかったですっけ？あの人じゃないですっけ？坂口さんじゃないですっけ？あ、そうなんだ。深口さんだったような気がするんだけど、この声。すみません、ちょっと、いや、全一がうるさすぎて、マジで翔一くんが棒立ちなのよ。うわってなる。あ、いや、ですね。全一が大野さんですね。そうですね、前逸は下野さんなんですけど、この翔一くんって後ろについている子供が、あれ、これ坂口大輔さんですよねって思って。So right、now we... なんかね、これ、鬼滅、ほんとなんかサブキャラもめっちゃ人気なんですよね。はい、というわけで、いやー、マジ強い、前逸。もう強い。はい、なんでこんな善逸かっこいいんでしょうね。はい、あ、カウンターしようとしてやられちゃいましたね。善逸人気ですよね。善逸はね、やっぱりなんていうんですか、下手れてるんですけど、大事なところはちゃんと決めてもらえるし、やっぱりなんかこう頼りないのが可愛いみたいなね。ああ、なるほどな。ほんと好き。はい、霹靂一閃、霹靂一閃、霹靂一閃。まあ、おちゃらけてたってのもとちょっと違う気がするけれど。スパンと。いやー、このシーンいいですよね、ほんと。かっこいいですね。かっこいいですね。まあそうですね、雷系のキャラは結構いろんな作品に出てきますけど、人気キャラ多いですよね。そんな。前期間が終わってまた炭治郎に戻ってきました。で、引き続き探索が続いていくでしょうか。もうちょっと奥に行くと、そうですね、こっちもバトルかな。そうですね、必ず見つけ出すから、見つけ出すからっていうことで。いや、そんなあれじゃないですか、 B さんかっこいいじゃないですか。
弟の方をそっちでっていうね。雷影さんじゃなくて弟の方言うんだみたいな。雷キャラ？好きな雷キャラ誰だろう？あ、イノスケですね。イノスケターン。なんだろう？結構イノスケも出てくるのか。そうですね。雷キャラなんだろうな。結構いろいろいてね、あれなんですよ。パッて思い浮かぶのが、ゲットパッカーズの銀次なんですけど、なんかこう、あれですよねっていう、トップではないかなっていう難しさなんですよね。雷か。雷キャラなんだろう。あ、ボルギンもいますね。ボルギンとか、まあまあガッシュね。ボス戦が始まってるので。まあ、それこそ、あ、そうですね、ボス戦ですね。はい。というわけで、鬼ですね。はい。けだものの呼吸！はい。カウンターで。いや、けだものの呼吸はとにかくなんか前に出て荒らすっていうのがやっぱりできてますよね。うんうんうん。早いじゃない、遅いだ。なんか、この敵キャラのなんかデブ声感好き。これはなんて鬼ですか、こいつは。あれでしたっけ、これなんか包みの鬼とか、あの善逸に一撃でやられた鬼は知ってるんですけど、あれなんだっけ、これラージデーモン、あれ包みで、あれそうですね。無限上ぐらいの腕前になってますよね。あ、ちょっと待って。飛ばされたんですけど。飛ばされちゃいました、ね。あ、折りキャラ。なるほど。あ、折りキャラか。なるほど。あ、そうですよね。俺もちょっと覚えがなくて。あー、なるほど。汎用デモの可能性。怖い。怖いよ。大丈夫だ。俺がついてる。ありがとうございます。なんか、すごい、ゲットバッカーズいいよねっていう話に拾っていただいてありがとうございます。ほんとすいませんね、もうね。バスターコレダとガンボルトも拾いたかったんですけど、ちょっとこう、ボス戦だったんで拾えなくてすいませんでした。あー、なるほど。一発やられた。なるほど。被害者を増やさない。ストーリー wise, they're running around trying to find her little brother, and it'll turn out. 雷ね。やばい、もうね、雷、いろんなキャラがいすぎて混ざってしまって、これ次に出てきたキャラクターがニコラテスラっていうのがダメですね。ダメダメ、ニコラテスラは あれなんで、ちょっとずれてるんで。ちょっとこれあれ宿題にさせてください、ちょっと。教外。はい、というわけで包みの鬼さんです。はい、というわけで包みの鬼の音で、まあエリアが変わるので、QTE でそのエリアをかわしながらっていうところなんですけど、もう死にそうなんですけど。早いですね。はい、水車。ああ、入りました。完璧ですね。まあ、これでそうですよね。もっと加減なんでね。よし。ああ。一発入りましたね。よしって言ってるってことは、今のタイミングのところで水車を入れるのが大事だったみたいですね。うん、はい。A で動いて。あれ、これはわざと食らってる感じですかね。でしょうか。うん、特段受け、ね、あ、なんか、食らいに行ってますね。食らいに行ってますね。これはなんかあるんですかね、なんか意図的なことがありそうですね。あ、
ありがとうございます、プロヴァンスフェイビフライさん。あれですね、さっきの、あの、伊之助と戦った鬼は、こう、そういう、角鬼という名前だそうです。わー、やばい。はい。おー、いいですね。一気に入っている。いいぞ。一気に入っている。はい、全集中。あれ？これで QTE かな？あ、QTE ですね。水の呼吸、苦の型。はい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 。清流しぶき、ラン！おぉ。はい。というわけで、君の石術は強かった。だが、日本じゃ、2番目だ。というわけで、すいませんね。こんなネタで絶対拾う人誰もいないので、まあ、でも言いたかったっていうね。でも言いたかったんだ。あ、ありがとうございます。正解です。正解です。すごいですね。いや、拾うなぁ。さすがだなぁ。よかった、よかった。あれなんですけどね、本編全然見てないんですけどね。本編全然見てないんですけど、それだけは知ってるっていう。線にいたらね、ありがとうございます。というわけで、包みの鬼を倒して、このステージがこれで終わりかな？そうですね。面構えが違う。はい。というわけで、キャプチャー5ですね。ラストチャプター。最後ですね。ラストチャプターですね。はい。というわけで、ナタグモ山編ですね。これで、ルイを倒して終わりですかね。The final chapter, by the way. お、タイが結成されている。はい。改めて聞かれると難しいな。自分の立場をきちんと理解して、その立場であることが恥ずかしくないように正しく振る舞うことを。喋ってる間は走れないんですかね。そうですよね。ダッシュしてもいいですよね。I can't run, only walk. あ、やっぱりそうなんだ。ああ。But I like the meme of it, just you're just speed walking now. So. Ah, なるほどみたい。Speed power walk. Look at that. Look at that walk of power. But Tanjiro's back in the screen. So. I can walk. 急ごう。あ、ここから走るみたいですね。よし。はい、というわけで、ナタグモ山に到着したので、ここから、みたいですね。もう、サイコロステーキ食べたくなってきたな、でも、もう笑いしか打てないから、やめて。どうすんだろう。さすがに、あれですよね、ムービーシーンですよね。飛ばすのかな。蜘蛛の巣だらけじゃねえか、邪魔くせえ。伊之助。ありがとう。伊之助 says English or Japanese say hoa hoa. I like hoa hoa. ああ、なるほど。ほわほわするのあのシーンですね。優しさに触れてほわほわするのシーンですね。So now the part of this part of the story, they're trying to go in and find what happened to all the.なんかね、このね、伊之助の、なんていうんですか、この、なんかこう、優し、人の優しさに触れたことがないので、それを表現する術がないっていうところも結構好きなんですよね。加減の2のところ、加減の鬼の2の、あ、加減じゃねえや、上限の2の戦いの時に、やっぱりこう、伊之助が、
本来であれば関わってないはずなのに、全体的には関わることになって、伊之助のお母さんの過去話があったりとか、で、で、かなえさんと、こう、最後の、あの、お別れをするときの、なんというか、こう、感じられる悲しいみたいな、ああ、そうですね。そうですね、ネタバレなので、これ以上言うと良くないので、そうですね、そうですね。とりあえず、心当たりにしておきましょうか。人がいる。そのあたりを、そうそう、聞かなかったことにしてください。そうですね、ちょっと終盤のあたりベロベロ喋りすぎましたね。まあ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 。まあぜひ、この後のお話は本編。はい、これ以上言うと、もうすでにいっぱい言ってる。ある。あるある。あれなんで、弱気にあれなので、だいたいこう、ネタバレは喋って、あれですね。お姉ちゃんが。お姉ちゃんが来ましたね。もう鬼滅の話できね。あるある。かっちゃま。はい、というわけで。はい。この鬼はさっきの子が操ってる。そうですね。そういう設定です。うん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 。So, the headless demon fight's kind of also another weird one.雲の糸にも見えますけれども、そうではないですか。いや、雲の糸です。あ、そうなんだ。雲の糸で結構です。ははははあの、あれなので、このナタグモ山という、まあ、エリアは、あの、雲の鬼が支配をしているエリアなので、うんうんうん、雲の糸で大丈夫です。なるほど。はい。いいですね。レイヤーさんが、あれですね。あの、本編をご存知ない、ああ、ええー、食らっちゃってる。ああ、これは。ちょっとやばいかも。はい、そうですね。そうですね、そのあたりは、まあまあまあ。さあ、というわけで。これが、まあ、そうですね。蜘蛛の糸自体が、あれです。あの、本来。どういうのかわからないんですけど、ここの戦いでよく、一生戦いが終わらないバグが起きて、はい。何回も解きました。ああ、なるほどですね。無限バトル編になるそうです。それバグ？バグ。バグですね。怖いですね。無限バトル編にはならないように。Okay, so there's a bug in this fight where it just won't end. So be on the lookout for that because apparently it sometimes happens. So that means there's a chance. Get it, bug? まあ善逸は平和だなおめえはよ。また一人になってるよ。また一人になってる。Enemies attack, no stop, endless attack.And I? No damage. ほんとこれ善逸の動き完璧ですよね。走れお前は。走れお前はほんと。Enjoy. フクロウでもないのに夜に飛ばないでくれ。すげえいいですよね、なんか。まあ確かにここで走ってバグだったりすると、またあれですよね、ナタグモの入り口からスタート、もう一回スタートになるんですかね。ねえねえねえ、つけられてない。やめてやめて、もうガタガタだから、足も心もガタガタ。動け。マジで。とりあえず動け。マジで面白い、もう。これなんかすごい、あの、RTA だとイライラしますよね、これ。もうなんか一周二周回って、うん。うん、視聴タイムだなっていう感じですけど。そうですね、これ喋れないな、面白すぎて。いや、いいんですよ。もう、こういう、完全に、タイムが決まってる区間っていうのは誰も短縮ができませんからね。効かねえからね。
はい、気にする必要ないんですよね。3匹で準備してたんだよ俺は。でも減ってるじゃん。何なんだよこのロリツッコミを。これは出てきた。すいません、これ初見だから受けしただのしもの、わかります。ただのしもの、本当にそう、本当にそれ。あ、やっと先みたいですね。びっくりマーク出てるんで。いやー、ほんと善逸はハマり役だなーって思いますよ。ほんと下野さん、これほんとね、下野さんが善逸でよかったと思います。うーん。マジよかった。ありがとうございますって。さあ、また。はい。寝ましたね、この人。はい。めっちゃいるじゃん。めっちゃいますね。で、それを霹靂一閃で溶かしていくと。うん、うん、うん。あ、あれみたいですね。本体がいるみたいですね。あ、ほんとだ。おい。パワーダメしてますね。Side of the arena and then try to spam different things like spider webs, which I think slow if I'm correctly, and then poison. 全然降りてこないですね、あいつ。降りてこないと切れないんだけどねっていう。霹靂一閃、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 かかんない。いや、絶妙に入らない。絶妙に入らない。おお、good dodge, boss. そうか。間違いない。あいつは一つの技しか使えないんだ。そうですね。一つの技しか使えないですけど、それが最強という。そうですね、多分森久保さんですね、これは。いや、これさ、言っていいのかあれなんですけど、弱虫ペダルで、弱虫ペダルで森久保さん声やってて、ピンクスパイダーで、この雲が森久保さんって、どんな運命だよと思いました。あ、あれ食らっていいのかな？なんかすごく時間のかかるエフェクトな感じしますけれど。うん、そうですね。ああ、一応カウンターした方が早いのか。グッドリカバリー。グッドリカバリー。I have seen a runner actually reflect every はい。あった。はい。いったいったいった。はい、いいぞ、はい。持っていけるか、はい、もう一個。はい。オッケー、いった。いいですね。そうですね、マキちゃんですね。そういうわけで QT ですかね。ですね。お前たち、飛びかかれ！雷の呼吸、一の方。なんだ空気が揺れる。そうですね、芸術家って強化をしてたのは霹靂一閃。一閃一つのことを極めろ。いやーかっこいいな。かっこいいわ。かっこいいな。いや、この絵いいな。うん、ズリーは芸術家って強化してたのは結構もう前半の方からなんか決めに行くときとか芸術家って強化とかはしてましたね。そうでしたね。はい。いやー、黙っちゃうね。あの動きは黙っちゃう。雑念がなければ本当かっこいい。わかる。間違いない。はい、というわけでまた探索パートですかね。風向きが変わったからかなり鼻が効くようになってきた。これで鬼を見つけやすくなる。まあ、そのナタグモ山に入った時は血の匂いで、炭治郎が
あの鼻が効かないっていうな流れだったんでね。伊之助はすごいな。ああ、わかります。そうですね。ゴーストスイーパー三上の横島的な。でもあの人本当雑念だけでは最強だし、最強だし、モテるし。なんかこう、あれですよ。全員ってそういうこと、そういうところを考えるとなんか主人公感あるんですよね。なんか結構。He can probably confirm that. Also, this is it's coming close to the prize for this this Demon Slayer game. Make sure you get, go to the Twitter, hit the follow, hit the retweet, do what you gotta do to try to get that prize because it is a pretty sweet prize. I put a donation in, or I'll put a follow in. Hopefully, I'll try a shot for it, but probably won't be me. My luck is pretty bad. なんかこうあれだったんですけど、あの主催の人がめっちゃ喋ってたんでなんかなと思いながら聞いてたんですけど、あのあれでした、弱気、英語がわからないんで何を言ってるのかさっぱりわかりませんでした。まあとりあえずボス戦です。はい、というわけで一応父親役の鬼ですね。はい、ゴリゴリと水車で攻めていく。いいですね。はい。伊之助がさっきのネズコみたいにアシストで入ってくれるんですね。そうですね。そうですね。すいません。アメリカ語さっぱりで全然わかんなくて申し訳ない。残りもうちょっと。横水車入れて。よし。はい。あ、やばい。え、え、あ、もしかしてこれは、あれ、無限バトル編に入りましたね。どうだどうだどうだ。あー、よかった。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 無限バトル編に終わらない？あ、終わりませんか？終わりませんか？お客様。お客様、お客様、お客様、体力切れてますよ。お客様、体力が切れてますよ。ああ。はい。というわけで、ナタグモ山、もう一回遊べる。ああ。そうですね。まあまあまあ。そうですね。そうですね。これこれ。そうですね。ここからですね。はい。はい。そうですね。そうですね。まあ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 、本当に現実になっちゃったな。本当に本当に無限バトル編になりましたね。ああよかった、山最初からって思いましたね。確かに山は最初からだったらちょっと10分ぐらいかかるんで、まあここからでしたらなんとかなるでしょう。That was interesting to see. Definitely worth marathon worthy.Round two, boys. Let's go. そうですね。あれですね。レイヤーさん、あれなんですかね。この、はい、後の、あれですね。感じで、もうこれ終わったら、あとは終わりな感じですかね。おそらくそうなるんじゃないかなと思いますよ。はい。そのあたりの、あれですかね。ご余裕が、あれ、人とせさんにあるんだったら、そこのあたりは、ちょっと細かいところは人とせさんに語っていただいた方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、変わる余裕がなければ大丈夫かな。はあ、すいません、本当に。そうですね、このあたりのバグの話は、ちょっとね、言えなかったので、本当。本当申し訳ない。そこの細かいところの話がね、ちょっと喋れなくて、本当に申し訳なかったんですけど。だけど攻撃の手は緩めるな。奴が大きな隙を見せるまで。攻撃を続けるんだ。俺に指図すんじゃねえ。おっと。捕まって。終われ。はい、終わりましたね。ああ、よかった。よかったですね。さあ、2戦目ですね。今度は伊之助のターンですね。いいですね。
伊之助の方はやっぱり毛玉の牙自体が結構もうあの張り付いて殴れる形なので結構もう相性がいいみたいですね、うんうん、なるほど。あーそうですね、まあでもスーパーアーマーで殴あーなるほど、スーパーアーマーって言ってますね。なのであの結構無理やり殴れるみたいですね。あーっと割れましたね。はい。結構あれですね。あ、もう一発来ない。結構あれですね、4分の1ぐらいになってから結構減らなくなりましたね。そうですね、決めきれる隙のある攻撃が減った感じかな、うん、あ、でゲージを使ったのでこれで決めに行く感じですかね。 OK、 はい、入った決まりましたね。終わる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 怖い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 。なんかちょっと変な動きしたから、超怖いですよね。いやー、怖かったですね、今の。I don't think I've ever seen that, but he just backed up randomly. That's kind of funny. 時間止めてみればいい。あ、時間はこの後のルイを3回目倒す時の、はい、その、ネズコ&アイ、cannot be server 後の QTE。大丈夫だろうか。あ、OK。無茶してなければいいけど、はい、だそうです。だそうです。So do we know where we're stopping the where the Japanese run ends? Yeah, it's when Tanjiro-san we cannot be stopped and the third fight. The QTE. Yeah, the QTE. Gotcha. まあ、多分ルイの三戦目の。QTE が終わったらじゃないですかね。多分そんな感じだね。はい。1戦目。ダツダツダにした後で刻んでやる。さっきの言葉を取り消せた。ルイというのはどういうキャラクターなんですか？ですね、ナタグモ編の、まあ、ボス的なキャラクターで、うんうん、一応影の月っていう、あれですね、鬼の中でも、ランクの方が上位の方のキャラで、うん、まあ、この子が本当は真のボスなんですけど、ナタグモ編の途中までは、なんかあの、大きなやつとか、途中で出てきたまあ、母親の鬼、というのが、うんうん、ボスだと思われてたんですけども、実は、それは、ルイが、家族を演じるためだけに作った、まあ、家族役の鬼であって。なんと。はい。そういうことでね、まあ、このルイが、ボスだったんだっていうところでバトってるところですね。おぉ。やば。ああ、だいぶ食らってますよ。やばいですね。あー、まずい。結構苦戦するんですね。ちょこちょこ動いて、すばしっこいですね。うん、今、日本語で、めっちゃガードしとるやーんっていう。今、あれでしたね。春さんの心の叫びが聞こえましたね。あれ、僕ら、心読めるようになったのかな？うお、怖っ。持ってた。はい。あ、よかった。よかった。今一瞬止まったから、あ、やばくない？って。We made it, Chief.
はい、2戦目。おそらくこれ一戦一戦到達するたびに、なんか本編のやっぱりあれですね、あのアニメシーンみたいなのが出てくるんだと思うんですけど、そうですね、ストーリーの展開しているみたいなので、はい、が出てくるみたいなんですけど、多分今回は出てこないかなっていう。ガード、ガード、カウンター、ガード、わあやばいですね。強い。強いですね。本当はカウンターで多分ゲージを貯めたいところなんですけど、全部やってるとやばいっていうことになったんで、かわしてる感じですね。でもいい感じで入ってますよ。いいですね。ゲージ入ったんで、これは、持っていけるか。決め切りたい。一発方式。はい、そうですね。いやー、やっぱ水車優秀ですね。突っ込みながらやっぱり。無駄だよ。はい。やったか？切れた。ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの？おっと？もういいよ、お前は。さよなら。おお。糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。そこで思い出される走馬灯。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。はい、というわけで火の神神楽に覚醒した炭治郎がルイをめっためったにするところがラストバトルでございます。はい、もうこれでちょうどイストギリギリになりそうですね。そうですね。Is a completely different Tanjiro in the game, so his kit actually works a lot different. まあ原作でも一番結構いいシーンですし、アニメ版でもやっぱりこのあの炭治郎立志編の最後にね、一気にこう盛り上がるシーン、名シーンなんで、ぜひあの原作未見、あのアニメ未見の方はぜひご覧いただけると幸いでございます。はい、さあラスト。QTE。ネスコ、起きて。ねえ、おとちって思い。あ、やばい。やばい。かまど炭治郎の歌が聞こえ出したぞ。買ってください。海外のイベントなんてめっちゃ日本語で宣伝してる。死んでしまうわよ。技術。Yeah, feel free to sing along with the song at this part. I'll save the viewers the, Yeah. No. Final. Nezukan, I cannot. Final. Time stop.GG でした。GG でした。引き下げない。いや、いけない。いやー、いいですね。オッケーでーす。ありがとうございました。If I remember correct, that was the last QT.
いやー、ハルさん、あれでしたね。唐突な走者への変更で、めっちゃやばかったですね。あー、見事に走り切っていただきました。はい。そう、サドリンハプン。それで助かった。すいませんの、あれでしたね。まあ、弱気も、すいません、ちょっと、突然のランで、走りでコメントを最後のコメントを準備してないんですが、なんかふと思って英語版にしてたりとか、なんか運がついてるなって思います。そう、イベントの最後のラン走らせていただきありがとうございます。ぜひありがとうございます。私、人として春もよろしくお願いいたします。何卒何卒。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ございました。本当にすいません。なんかね、あれでした。弱気もなんか唐突に、あ、鬼滅大丈夫かなって言って、こう、ナタグモ山編までレイヤーさんがもうご存知であれば大体話せるかなって思ったんだけど、ちょっと急に入ってきて、本当いろいろと脱線の極みで本当に申し訳なかったですけれども、いえいえ、はい。なんとか、あれでしたね。柱、喋り柱の役目を果たせたとは思っておりますので。はい。ありがとうございました。はい。Thanks everybody who was restreaming. Thanks all the runners. Thank you everyone. Pretty much everyone. このまま、もう間もなく、はい、画面切り替わると、終わりになるかなと思いますので、今しばらくお待ちください。何か他に、岩木さん、先ほどもお話しいただきましたけど、はい、告知しておきたいこととか他にございますか？大丈夫ですね。もう、ちょうど富岡義勇さんが、サクッとルイの、首を切っていただけたところで、岩木は退場したいと思います。義勇さん、かっこよかったですね。はい、かっこよかったですね。というわけで、あれですね。弱木は、すいません。お邪魔にならないように退場したいと思います。本当に、はい、皆様お聞きご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。お疲れ様でした。That Mike's already didn't say was a special big thanks to the restreams. The Japanese restream made a lot of friends getting ready for this marathon and during itSo I really appreciate it, and I hope that, さてさて、some people from our community come run in Japanese marathons and vice versa. 本家の方はどうなるでしょう、この後。Portuguese runners as well come next time and run some more. We'd love to see more involvement, and hopefully next time we can even next year make it bigger. I'm gonna have some big announcements after this about what that means.So let's just enjoy the ending together. And Haru-san, if you want to say anything about Kimetsu no Yaiba or you know anything else about, あそこまで激しい戦いをしてもなお敵に思いを寄せられるっていうところはやっぱり炭治郎の圧倒的な強さだなって思いますし、主人公だなって思いますね。まあ、どちらも最後のエンディングクレジットまでを見ますね。わかりました。 OK。 ギュウさんだ。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの、どうせハルさんもお疲れ様でした。本当に唐突な出走ということで、準備から一気に大変だったと思いますが、バタバタとお時間過ぎていく中で見事走り切っていただき良かったです。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。ねずこかわいい。お前もねずこはかわいい。邪魔をするんです、富岡さん。あ、胡蝶さんだ。鬼とは仲良くできないって言ってたくせに、何なんでしょうか。
そんなだからみんなに。早見さんの声はいつ聞いてもいいね。どいてくださいね。俺は嫌われてない。俺は嫌われてない。ああ、それすみません。嫌われている自覚がなかったんですね。真面目なシーンの後にギャグ顔ができる。坊やがかばっているのは鬼ですよ。すごいな。ですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか。かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立。富岡さんかっこいい。ここも見ますか。富岡さん、あ、そうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた。感謝しかない。体中が痛い。キャラクター3D モデルで作ってるのにアニメで見ている時とかと全く違和感なく見られるっていうのはすごいことだと思うんですよね。やっぱり完成度の高いゲームだなって思うし。あっ、富岡さんのこれは隊列違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。なんとかおっしゃったらどうですか。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせ。嫌われて仲良し。根に持ってます。伝令伝令。金次郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。金次郎、および鬼の禰豆子。ノイキャンしちゃったか。本部へ連れ帰れ。金次郎、額に傷あり、竹を噛んだ鬼、禰豆子。あなた禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。夜明けとともに戦いが終わり、チャプター5が終了ということで。日の神ピーン。Thank you very much. All right, we're gonna go to the final section right now. Thank you so much to everyone who helped. To Haru-san. さあ、終了です。ね、なおぜひ今度ご参加いただければ。ありがたいですね。本当に助かりました。今回申し訳ありませんですね。貴重なに貴重に過ぎですね。もうありがとう。いやいや。
楽しかったです。よかったです。いや本当主催さんもね、一時はどうなることかと焦ったと思いますけれど、糸戸瀬春さん走っていただけたことで、3日間続いてきたアニメスピードランズフェスティバルもおしまいとなりました。ねずこかわいい。この後おそらく本部側の閉会式みたいな感じで改めてお話の時間があるかなと思いますので、今しばらくお待ちください。